ました。後半戦ガチの1戦目やっていきましょう。オレンジは後ろからボール中央を入れてさあうまく右にスペース流れます。さあ浮き球にしますがこれはキーパーキャッチ。これはキーパーキャッチ。さあしかし残ってたのはこれサイドに預けて縦入れます。さあうまくボディフェイントから後ろを選択。さあ中央うまい誰だがこれはちょっと長いか惜しい惜しい。これはワンツー狙っていきました。さあオレンジ中央受けて右サイド。さあ縦でドリブル入っていきます。シュートいや決めてきた。ナイスゴール、ナイスゴールです。では真ん中からいきましょう。真ん中からいきます。さあこれはオレンジが立ち上がり40秒ほどで決めてきました。ではいきましょう。さあ1対0とオレンジが1点先制。ビブなしは後ろからボールつなぎます。さあ血を入れてこれしっかり収めて縦へのパスは引っかかります。オレンジここで回収してドリブルうまく抜けていきます。さあシュートはこれはキーパーが前に出て対応。さあビブなしはここにスペースがありますがオレンジの寄せが早い。さあ血を使って左サイドこれをしっかり収めて、さあどうだクロスはこれはキーパーしっかり足で弾き出しました。さあランニングあります。逆サイドこれはないやうまい、いやナイスゴール、これはナイスゴール、ナイスゴールです。これはうまいループでした。真ん中でいきましょう。さあうまいループ狙っていました。オレンジチームこれで2対0と点差がちょっと離れますがオレンジここで回収して右サイド。さあ縦はブロック。さあビブなしシュート、いやどうだ惜しい。これはキーパーがしっかり対応します。キーパーがしっかり前に出て対応。さあシュートはどうだ、これもキーパー対応。さあオレンジはボール動かしながらこれを一つ預けて真ん中。さあ右サイドへ送ります。さあ左サイドのスペースがあります。さあクロス送ってシュートはゴールに止まず、惜しい惜しい、ね、キーパーから再開。さあビヨシはなんとか押し上げて1点が欲しいところ。さあ相手を動かしながらパスコースを探します。さあ立ててボールを受け取ってうまくかわしていきたいところ。オレンジの対応、先にキーパー次の方でいきます。キーパー次の方でいきます。ビヨシ大丈夫ですか。ではいきましょう。さあ早い展開になってますが2対0とオレンジがリード。危ない危ない、これ狙われると危ないぞ。さあビヨシがなんとかエスケープ。さあ真ん中受けてこれを縦に預けます。さあ左サイドから攻めていきたいのはビブナシチーム。さあこれボール動かしながら縦選択しますがこれは引っかかりますが早いリカバーで中に送ります。これが流れました、惜しい惜しい。オレンジのボールでいきましょう。さあ残りは3分ちょっと。さあ頂点受けて左サイド選択。さあ揺さぶりますがこれはしっかりついていきますビブナシチーム。さあ右サイドボールを預けてクロスは遅れず、さあしかしこぼれてるこぼれてる、シュートはこれはキーパー対応、ナイスだよ。さあキーパーしっかりエスケープ、ナイス対応キーパー。さあ縦にボールを預けます。やっとこれが収めきれず、オレンジのサイドボールでいきましょう。さあ残りは3分、残りは3分。さあオレンジのサイドボールから再開。さあ中央で受けてここから持ち運んでいきたいのはオレンジチーム。ビブナシは前線からしっかりディフェンスがはめていけるでしょうか。さあこれは浮き球選択してしっかりトラップ。さあサイドに押し込みたいがこれもキーパーを使ってエスケープ。さあ左サイドから長いボールどうだ、これはちょっと大きいか。サイドからいきましょう。さあキーパーがすぐに再開します。さあこれボール引っかかった。さあオレンジうまく抜いて、いやこれがボール足元につかず。さあビブナシはこれは中央を動かしながら縦に送ります。さあ真ん中でボールが入ったぞ、いやシュート腕塚惜しい惜しい。さあビブナシはなかなかシュートまで持っていけない、いや狙ってる、決めてきた、ナイスゴール。これはキーパー出てるところ見逃しません。真ん中からいきましょう。さあちょっと苦しいなビブナシチーム、オレンジ3点リード。さあ後ろから縦入れますがこれはオレンジ回収。さあうまく真ん中抜けて、さあ右サイドこれはキーパーがしっかり出て対応。さあキーパーからこれはボール持ち運んで右サイドクロスどうだ、シュート、いや決めてきた、ナイスゴール。これ角度ないところ決めてきました。真ん中からリスタートいきます。先にキーパー次の方でお願いします。先にキーパー次の方でお願いします。ビブナシ大丈夫ですか。では行きましょう。さあここで3対1と角度のないところから1点取ってきました。ビブナシチームナイスゴールでした。さあオレンジは動き出しがありますがこれ使っ、いや繋がった。さあ折り返してシュートは力が伝わらず惜しい。さあビブナシこれはキーパーから長いボールで逆サイド、これはリフレクションがあってオレンジに流れますがこれはサイド預けてスペースがあります。さあしっかり早い戻り。さあ中央から右サイドこれを真ん中受けて、さあ寄せが早いぞビブナシチーム。さあしっかり取り切った。さあこれを前に繋げていければチャンスでしたがこれはクリア、書き出すだけでした。さあオレンジは後ろから作っていきます。残りは1分ちょっと、残りは1分ちょっと。さあ血を使ってこれは長いか、欲しい。さあ残りは1分です、残りは1分。さあビブナシはボールをつないで
いきます。さあ、なんとか押し上げてもう1点取り返していきたいが、これを強引に縦にドリブルしょっぱ。さあ、真ん中どうだ、シュートは、いや、これはキーパーがしっかり股を閉じました。さあどうだ、これはなんとかかき出しました。コーナーでいきましょう。さあ残り30秒ちょっと、3対1でビハインドのビビナチーム1点取り返したいところ。さあサイド預けて、これはフェイントから後ろ作り直し。さあなんとかオレンジのディフェンスかいくぐりたいのビビナチですが、中央で受けて、これがちょっと足元に収まらず、さあオレンジうまく左サイド、さあリターンパスは戻ってきたビビナチが回収。さあ足出すでまたいでいきます。さあ縦勝負だ、いやこれはうまく抜けたと、抜けた、いや惜しい惜しい、これはドリブル狙っていきます。これがブロックがあってオレンジのサイドボールからいきましょう。残り時間あとわずかです、残り時間あとわずか。さあオレンジはここで受けて後ろから、さあ足を使って、うまいぞこれは、うまい。さあ折り返し、いや惜しい、これはうまいターンでしたが繋がると惜しい。さあ地方からシュート、いやどうだ、惜しい惜しい、これはコース丁寧に狙ってきました。さあ、コーナーかな、コーナーからラストワンプレーでいきます。ラストワンプレーでいきます。さあ長いボール、これはビブナシがしっかりカット。さあうまく一人剥がして、縦ドリブル、さあ抜けていきます。クロスはこれは残した、ラストワンプレーです。残ってます。さあオレンジはうまくディフェンス剥がしながら縦へ送ります。さあうまいトラップヘディングからクロス、いやこれは惜しい、繋がらず。さあ見せてくれますオレンジチーム。さあ強シュダーズから右サイド、さあクロスは送りたいところが、これは後ろ選択。さあボール要求して左サイド、さあこれラシコから縦抜いていきますが、これはどうだ。さあ落としてシュート、いやーキーパーかき出した、ナイスキーパー。さあ2戦目はビブナシボールからスタート。さあ中央で受けてヒールは、これはオレンジが後ろからつなぎます。さあビブナシは狙っています、これは取りきました。さあ立ち上がりから前線プレスかけていくのはビブナシチーム。さあこれは中央でカットをして右サイド、さあこのパスはつながらずにオレンジ回収、しかしこれも寄せていきますビブナシチーム。さあ中央から右、このパスは引っかかりますが、これもこぼれを回収。さあ左サイドシュートの声がかかりますが、これは基盤の正面でした。さあオレンジここで受けて中央から、これはブロック、ナイスブロック。さあシザースからシュート、ブロック、これはブロックかき出しました。さあ果敢に攻めていきます。さあリスタート、シュートはこれは味方に当たってしまいました、これは味方に当たりました。さあオレンジは動かします、これは前線から狙っていますが、しっかりエスケープ。さあじわりじわりプレスかけますが、これ縦を送ったドンはうまくつなげた、つなげた、うまくまたは抜けませんでしたが、しっかりとサイドを選択。さあサイドから血を使います。さあこれは真ん中入ってブロックかき出します。さあ長いボールどうだ、折り返すか、止めた。さあライン上残ってる、さあ乗り返しシュートはダメか、これは惜しい。さあオレンジはかき出してドリブル、早い展開、さあうまくクロス、これは若干追いつけずか、惜しい。いやこれがオレンジの足元に来ました。さあ低い位置から縦、これはブロック、サイドからいきましょう、ナイスディフェンスの声。さあオレンジはここから長いボール右サイド、しっかりトラップします。さあこれは後ろから作り直し、さあ中央で受けて、これはどうだ、これはブロック。さあちょっかい出して、さあスペースあります、どうだ、シュート決めてきた、これ決めてきました、ナイスゴール。真ん中からいきます、キーパー次の方でお願いします、キーパー次の番号の方でいきます。真ん中からリスタートいきましょう。さあこれが1対0かな、これが1対0、ビブナシが1点先制。さあオレンジはこれを右サイドから中央を使います。さあポストプレー右に落としますが、これは収まりきれずにビブナシがかき出します。さあうまく縦を送って逆サイドは、これ長い足が伸びてカット。さあオレンジシュートはブロックでした、これはコーナーからいきましょう。さあコーナーから再開です、コーナーから近い位置を使って折り返し。さあクロスを送りたいですが、これはブロックがあります。さあコーナーからいきましょう、再びコーナー。さあオレンジは中央を使ってリターン、さあクロスシュート、いやこれがちょっと浮いてしまいました、惜しい、これはちょっと浮いてしまいました。さあキーパーから再開、さあうまくスペースがあるが、いやこれは取り切った、シュート、いやこれは弾き出す、危ない危ない、これは流れました、惜しい。さあオレンジは中央、これは右、これブロックあって真ん中抜け、さあうまいパスだが、これは繋がらずにオレンジが右サイドから、これはブロックに合います。さあ残りは3分回ったところです。
さあ縦にボールを預けて逆サイド繋がればチャンスだが、これは通りません。さあ縦ドリブル勝負仕掛けていきます。ライン上これは押し出しました。さあサイドボールからいきましょう。サイドボール、さあこれは後ろ選択、後ろからボールを動かしたいのはビブナシチーム。さあドリブルで運んで中央、さあゴール前どうだ、折り返しシュート、いや決めてきた、ナイスゴール、これはしっかり決めてきました、ナイスゴールです。さあ真ん中からいきましょう。さあ2タイトルとオレンジはこの試合はちょっと苦しい展開。さあまずは1点取っていきたいところ。さあこれまた抜きにかかりますが、なんとかつながって地を送ります。これはキーパーが出て回収。さあキーパー抜いていきます、キーパー抜いていきます。さあ1人で持っていってシュート、いや決めてきた、ナイスゴール、これはキーパー1人で持ち運んでいきました。真ん中からいきましょう、真ん中からリスタートいきます。ではいきます。さあキーパーの回収から1人で決めていきました、ナイスゴール。さあオレンジは地上で受けて左サイド、さあこれまた抜きにかかりますが、後ろを選択、さあこれちょっとマイナスでした。先にキーパー次の方でいきます、先にキーパー次の方でいきます、キーパー次の方でお願いします。ではいきましょう。さあリターンパス、さあこれを後ろから、さあこれは中央から浮き球選択、これはどうだ、オレンジが回収です。さあ抜ける、大丈夫、一回止めましょう、一回止めましょう、ビブナシボールでいきましょう、ありがとうございます。ビブナシボールからいきます、すいません、ありがとうございます、いきましょう。さあビブナシボールの再開です。さあ縦にボールを入れてから後ろ選択、さあ左、これは前にボールを出しますが、これはキーパーがかき出します。さあオレンジここで受け取ってうまく左につなぎます。さあ抜きかかりますが、これは残ってる残ってる残ってる、これはライン上残ってます。さあうまく対応、さあオレンジここで引き取って右サイド、さあこれはどうだ、これは左の深いスペースで、さあ折り返しはこれはブロックです。さあうまく寄せていきますが取り切れずにうまくキープ、さあ取ればチャンスだが、これはしっかり前線から追っていきました、ナイスプレーナイスプレー。さあ残りは30秒ほど、残りは30秒ほど、さあドリブル勝負仕掛けていってシュート決めてきた、ナイスゴール、これはキーパー出ていたのを見逃しませんでした。あ大丈夫大丈夫大丈夫そうですか、では行きましょう。さあオレンジ再開、残りは30秒弱といったところ。さあこのゲームはちょっと点差が離れてビブナシがリードしております。さあオレンジがこの中央は、これはブロックがあって書き出します。さあこれがつながります。さあオレンジ1枚かわされて中央へのパス、さあこれはキーパー対応です。さあヘディングで書き出します。さあ中央で受けて、さあ寄せがありますが、うまいドリブル抜いてたダブルタッチ、さあシュートは、いや決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。これはうまいダブルタッチからのシュートでした。真ん中からいきましょう、真ん中からラストワンプレーでいきます、真ん中からラストワンプレーでいきます。ではいきます。さあ中央から左サイド、これは残した残した、ラストワンプレーです、ラストワンプレー、ラストワンプレー。さあオレンジはこれうまくまた抜いて中に送ります。シュートはこれはブロック、さあこぼれ球、いや決まらない決まらない、いや危ない危ない危ない、これはオンゴールドピンチでしたが何度か書き出しますが、これはヘディングでカット。さあ前線つながればチャンスです。さあ真ん中預けて左サイド、さあシュート決めたいオレンジチーム、さあ地を使ってシュートはブロック、これはキーパーの正面でした、ちょっかい出しますがこれは取り切れずにビブナシのキーパーがしっかりキャッチ。さあ残りはラストワンプレーです、ラストワンプレー。さあボール動かしながら運んでいきたいのはビブナシチームです。さあここから左サイドを選択、さあこれは折り返しますがどうだ、ボール回しながらディフェンスの出方を伺います。さあ縦へボールを送ってシュートは決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあオレンジボールから再開いきましょう。さあ浮き球から中央、さあドリブル入っていますがこれは体を使って回ります。さあうまく中央からこれはどうだ、さあビヨシが取り切ってシュートはこれはサイズでした、惜しい。さあオレンジ再開、さあ寄せてきますがこれはミサイド、中央とつないでいきます。さあ浮き球選択、これはヘディングバックヘッドでつながるか、これはしっかり体を寄せて対応しました。さあオレンジ呼ぶ声がありますがこれは近いところ選択、さあ逆サイド送りますがこれはビブナシブロック。さあうまくボールを止めて縦に預けます。さあ右サイドシュート、いや決まらなかった、これは決まらなかった、惜しい惜しい。さあキーパーからいきましょう、キーパーからいきます。
さあ声かかってボールを動かしますが、これは流れます。さあ皆さん、ここから後ろ、さあこれはブロック、さあヒールでオレンジ、大丈夫 OK。 さあこれポストプレー受けて、これは後ろ選択します。さあこれはサイドから中央、これもブロック。さあオレンジは後ろから回収、さあ縦預けて右サイド中央と送りますが、これはビブなし、ボールを持ち運んで縦にうまくつなげます。さあ折り返し、シュートはこれは危ない危ない、これはまた抜けましたが、なんとかブロックしました。危ない危ない。さあつなぎます、オレンジチーム。さあ縦にボールを送ってリターンから縦へ送ります。さあクロスどうだ、いやーこれがマイナスでした、これはマイナスでした。さあすぐにリスタートするのはビブなしチーム。さあ中央預けて左サイド、さあここから縦へボールを上げます。さあ逆サイドはこれはちょっかい出してサイドボールでいきましょう。さあしっかりカットしていきます。さあオレンジこれ取り切った、さあこれはブロックあって足元足元、さあちょっかい出しますが、これはしっかりキープしっかりキープ、これはしっかりキープ、エスケープしました、ナイスケースケープ。さあサイド預けてシュートは、いや決めてきた、ナイスゴール、これは粘りがいきました、ナイスキープでした。キーパー次の方でいきます、キーパー次の方で真ん中からいきましょう。ではいきます。さあボール動かしながらサイド選択、さあここからこれは光る、さあこれはオレンジが回収しました。さて縦預けて浮き球選択、これは勝負はキーパーが取り切りました。さあ縦預けて中央、さあ狙ってます狙ってます、オレンジが狙ってます。さあこれはビブなしがサイドでボールを受け取って、さあうまくボディフェイント入れながらボールを運びます。さあうまいパスだがこれは引っかかる、さあドリブル運ぶがこれはブロック引っかかって、オレンジがいやロングシュートはこれは上でした、これは上でした。これは積極的に狙っていきます。残りは3分、残りは3分。さあビブなしはサイドラインから後ろ、長いボールはこれはヘディング、さあうまく足元ピタッと収めます。さあ回収してこれは流れてオレンジが仕掛けたよ。さあ左サイドこれ落としてダイレつなぎますが、これはブロック、さあこれはこのパスはつながりませんでした。さあしかし狙ってますビブナシチーム。さあどうだシュートはこれはキーパー対応、ナイスキーパーナイスキーパー。さあオレンジの右サイドからのボールはこれは出し切りました。サイドからいきましょう。さあ残りオレンジボールでいきましょうか、オレンジボールでいきましょう。サイドから対応、さあこれは縦はこれはブロック引っかかる。さあ勝負仕掛けてクロスシュート決めてきた、ナイスゴール、これ決めてきました。真ん中からいきましょう、真ん中からいきます。ではいきます。さあここで決めてきました、ビブナシチーム、うまい連携でした、ダイレクトプレー。さあこれは中央から右サイド、さあこれは引っかかります。さあこれは後ろから、さあ長いボール選択しますが、これはヘディングでカット。さあここでぴったり収めて真ん中ドリブルから右サイドのスペース、さあこれシュートどうだ、これ折り返して、いやキーパーナイス対応、キーパーナイス対応、キーパーしっかり弾き出しました。さあうまくオレンジつなげていきます、これは長いか、キーパー次の方でいきます、キーパー次の方でお願いします、キーパー次の方でいきます。ではいきましょう。さあ残り時間は2分を切ったところです。さあ左サイドにボロ振ってこれ後ろ選択、さあ寄ってきますがうまくかいくぐりたいのはビブナシチーム。さあ中央のドリブルはこれ引っかかってオレンジが回収、さあパスはちょっと長いがこれは体を入れて取りに行きますが、これはキーパーしっかり対応しました。さあキーパーから近い位置でボールを受け取ってドリブル開始、さあこれはオレンジ寄ってきますが、さあボール引きながらうまくパスを中央出します。さあこれはポストプレーからこれはターンをして後ろ選択、さあ長いボールヘディングは収まりきらず惜しい、残りは1分残りは1分残りは1分です、残りは1分。キーパーから再開、さあ左サイドボールを受け取ってクロス、トラップ受けてシュートは打てない、シュートは打てない、キーパー残した残した、しかし取られるとまずいぞ、取られるとまずい、シュートいや決めてきた、キーパーの積極的な守備でしたがこれはかすめ取られてしまいました。真ん中でいきましょう、真ん中でいきましょう。ではいきます。さあここでしっかり決めてきました、オレンジチーム、残りは30秒ちょっと。さあ中央でポストプレーを受けて左サイドに叩きます。さあこれ縦を送ってちょっかい出してサイドからいきましょう。さあ残りは30秒、さあ逆へのパスはこれはしっかりカットしてオレンジ縦に送ります。さあキーパーどうだ、これはキーパー対応、これはキーパー対応、ナイスキーパーナイスキーパー、コーナーからいきましょう。さあ残り時間あとわずかです、残り時間あとわずか。さあパスはこれはヘディングでカットしますがオレンジが収める。
さあ、チオにボールを送ります。さあ、伺いながら、これは左サイドを選択して、ランニング。さあ、これ引っかかるとまずいが、なんとか体を入れて守りきります。さあ、ターンをして前向きます。さあ、チオ預けて、これはパスコースがないんで、後ろから作りました。さあ、これはブロック。さあ、うまく1枚剥がして、ドリブル真ん中。さあ、パスは、これはブロック。さあ、ラストワンプレーでいきます。ラストワンプレーでいきますよ。ラストワンプレー。サイドから行きましょう。さあ、オレンジ再開しています。オレンジが再開しております。さあ、ラストワンプレー。さあ、ブロック当て流れました。では、本日もコサルのボニータにお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日は MVP ちょっと迷うんですが、うまいループシュートだったり、ディフェンスも盛り上げてくれたりしたんですが、本日は、キーパーで自ら回収して、ドリブル、一人でゴール決めてきました。マスクつけながらプレーしていました。あなたに決定です。おめでとうございます。何か一言ありますか？一言ありがとうございます。はい、またお願いいたします。